シュドウエスト SO30 シュドウエスト SO30 ブルターニュはシュドウエストにより製造された1940年代のフランスの旅客機である。ブルターニュはナチスドイツのフランス侵攻後の1941年5月からカンヌを拠点にしていた設計者や技術者のグループにより開発された。設計は創発、型持ち式中翼形式で 全金属製の中型民間貨物機というものであった。試作機は1945年2月26日に初飛行を行った。前期量産型は2種類の異なるエンジンを搭載した SO-30P ブルターニュと命名された。ブルターニュは5名の乗員で運用され30名から43名の乗客を乗せることができた。貨物機型は 内装の改装というかを強化され大型の貨物ドアを備えていた。補助エンジンとして主翼のもとに2機のチュルボメカパラスターボジェットエンジンを装備した機体もあり、その他の機体はスネクマーター101やライセンス生産されたロールスロイス2員を装着してエンジンのテストに使用された。この航空機は旅客機として運用されたが、フランス軍では主に中型輸送機として使用された。 主翼下に、チュルボメカ・パラス補助ジェットエンジンを搭載した、フランス海軍航空隊の SO-30P1955 年ブラックブッシェ、飛行場にて SO-30P-2 ありがとうございます。